こんにちは、坂東です。こんにちは、佐藤です。今日は現地調査そう、家の現地調査どうやって塗っていくかとかっていうのをちょっと周り見ながら決めてきます。お願いします。お願いします。お願いします。まずお家建てた時の図面を今回のお客さんが用意してもらってるから、あんまり測るところは正直ないんだけど、ちょっとちゃんと測るようにするので、まずお家の一通りの外周を測ってみます。はい、はい、4700、450、1600、これが900、3350、3800。ざっくりこんな感じ。まだ全周じゃないけど、こういう感じですね。こういう感じで、あとはもう面で合わせればいいから、こう、こういう感じ、こうやって、そしたらもうここ足せばいいだけなんですここに中にベランダがあるから、あ、はい、まあ、ベランダだいたいここだから、ここがさ、ちっちゃいベランダになってるでしょ。そしたらここの幅だけちょっと測ってもらって、500だから、それを測ってバルコニーの大きさも出しちゃう。ここは図面がないときはお家の窓の大きさも測らなきゃいけないから、1600の1300っていうのをとかを全部窓拾っていって、その分これを引くから、外壁の面積から塗らないとこだから、そうそうそう、塗らないところは全部引いていく、うん、これで金額出すんですか。そう、なるほど。あとこういうさ、二重の、はい、こういうところも塗れるから、こういうのはもう鉄だから、鉄部のところは基本塗れる、こういうところは塗らない、はい、これアルミサッシだから。それでこういう磁石になってるところで、つくとこは塗れるところ、なるほど、確認してるんですね。そうそう、確認して、この上だけつくから、会社戻って見積もりとして作成するから、うん、はい、割としっかり出した方がしっかり平米数が出てくるから、うん、雨といって雨が通るこういう問い、これを何本入ってるか、あー、数えて、そう、リングみたいのが入ってるんだけど、これの本数も、あ、そうなんですね。このサイディングって壁だとこれの本数があるから、そうそう、これも見積もりでね、打ち替える、何メーター打ち替えますよ、金額で出さない、金額で出さないで、うちの場合だと基本的には図面用意してもらって、はい、図面から出した方が割としっかり出せるから、で、ね、で図面で測って、でこういう感じで計測して、はい、であとはまといの本数測って、でサイディングの場合だとこういうコーキングの本数メーター測って、例えばこれとこれってちょっと違うじゃん、はい、柄が。そうするとこっちがこれ透明の塗料で塗るとか、でこっちは塗りつぶしでいいよとかっていう提案になるから、これがまた違うと金額が少し変わってくるのと、やり方が少し変わってくる、工程が変わってくるから、まあ、それはしっかり出す感じ。はい、はい、あと写真でお客さんに提出するときにこういう痛みがありますよとかっていうのをちょっとバトンタッチで本間さんにやってもらおうかな。はい、お願いします。写真に関しては、まあ、塗る箇所とかでそういうところを、まあ、説明しやすいようにとか、痛み具合が出てますよとか、ここはこうやって処理していきますって説明しやすいように写真を撮っていくイメージになります。はい、で屋根とかもあんまり、まあ、見られたことないお客さんが多いので、まあ、そういう場合この高所カメラ、これでここにカメラくっつけて、うんうん、バインって伸ばして、そんな伸びるんですか。そう、でこれもう2階建てなら全然届くぐらい、板金が浮いてないかとか、はい、屋根が欠けてないかとかをチェックしていくっていう感じになります。なるほど、はい、すごい、ベランダの状態を全部撮られてます。基本で角度ちょっと変えられるんですね。そう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 、これハイテクだからズームとかして痛みが何かもあるんだけどさ、これがトップ営業マンの仕事も不利だから去年の売り上げは会社で何番目でした？1番です。ほら、トップ営業マンこの動画見てる人もぜひ本間さんにね頼みたい。めっちゃ持ち上げんじゃん何それ
普段言わないくせにこういう板金とかのこの浮いてるお家とか、これ台風被害とかにあっちゃうから、こういうところもちゃんと取ってあげて。当たり前なんだけど説明しないと分かんないけど、写真に収めておいた方がお客さんも分かりやすい。確かに自分で見れないですよね。そう見れるのとかは。でただ塗るだけじゃないから、色つけるだけだったら、ね、どこの状況もできるから、そういうところは低くやって、細かいところも細かいところも細かいところも手を大事にきちっと。そう今警戒されちゃうもんね、屋根登ると。壊しちゃってる。そういう会社さんも中にはあるから、うん、あとは外壁の写真とか撮ってるんだけど、はい、シャッターボックス塗るよね、ボックスの部分写真撮ってあげたりとか、はい、あ、雨問い塗るよねとか、うん、雨問いの写真撮ったりとか、あとここも塗装するからこういう感じで、うん、見やすく写真撮ったり、こういうのを受けていく。これだけがなんかすごいですね。そう、ここはねちょっと多いけど、こういう給湯器とか、はい、もう10年ぐらいのタイミングで給湯器も一緒に変えちゃおうってお客さんに関しては、一緒に変えるときに裏側も塗装できるよっていう、まあ、提案ができたりとか、あとはああいう隙間ね、ひび割れしちゃってるから、ああいうところも補修しなきゃいけない。だから、ね、窓の周りの開口部が越しやすいですね。なるほど。最後に一言お願いします。はい、分かりにくいところとか屋根の上とか実際分かんないと思うので、ちょっと何かあればお気軽に。だと資格持ってる人とかも多いんで、まあ、自分とかだと名前出ちゃうから資格持ってる人が、しっかり細かいところまで見てくれるんで、あとしっかり見積もり出すような感じでやってるんで、ぜひ何かあればお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。